自分が住んでいる町について小学生から率直な意見を聞こうと、今日中野区長が小学校を訪問し意見交換する会を開きました。区長が訪れたのは中野区立鷺宮小学校です。5年生と6年生およそ60人が緊張した面持ちで区長との意見交換会に臨みました。中野区では区長が地域センターなどに出向き、区の課題について区民と直接話し合う取り組みを去年から行っていますが、小学校を訪れたのは今回が初めてです。意見書はもうちょっと作ってほしいのですが、鷺宮でもまだ、駐輪施設が、足りない部分っていうのが、いくらかあると思います。中野区全体で、駐輪場を少しずつ増やしていかなければいけないと。子どもたちからはこの他にも2学期制のメリットは何か、自由にボールを使える広場が欲しいといった質問や要望が次々と飛び出しました。区は今回の内容を今後の参考にするとともに、区民と直接話し合う取り組みを今後も続けていきたいと話しています。参加した60人の小学生たちは大勢が積極的に手を挙げて質問していたということで、今回の取り組みは区のためだけでなく、子どもたちが自分たちの学校や町を考えるいい機会になったようです。